女性が結婚したくないと思う職業、介護士について。はい、こんにちは。投資家で医学修士のタクです。いつも動画を見ていただき、ありがとうございます。今日は女性がね、結婚したくない職業の、上位であろう介護士について、僕がね、医学修士として解説したいと思います。よろしくお願いします。で、まあ、介護士って、まあ、どういう職業か、皆さん知ってますか？まあね、あの、お年寄りのね、介護をする仕事なんだけど、これがね、あの、若い女性に不人気なんですよ。不人気。なんでかというと、まあ、はっきりね、ちょっと言わしてもらうんだけど、介護士が不人気の理由。これね、この三つがね、大きな原因です。一つ目、これ誰でもね、資格が取れるんですよ。で、まあ、誰でも取れるって言ったら、なんか誤解招くことがあるかもしれないんだけど、なんかこう、大学とかね、行ってなくても取れるってことです。その、実務経験してね、研修受けたら、誰でもね、取れるんで、40代、50代の人でもね、普通に取れる資格になります。だから、別になんか、大学とかね、専門学校行って取るような資格ではないです。取るような資格ではないっていうのは、わざわざお金をね、たくさんかけて、専門学校行ってね、取るような資格、取って価値のあるね、っていう意味ね。価値のある資格ではないです。現場で働いて、まあ、実務者研修っていうのを受けて、なんかね、取れるらしいです。まあ、僕、医学業界すべてにね、精通してるんで、まあ、詳しいんでね、見識があって詳しいので、まあ、これはね、誰でも取ろうと思ったら取れます。医学というかね、介護なんだけど、全然違うんだけど、レベルがそもそも違うんだけど、まあね、誰でも取れる資格になってます。で、二つ目が、学歴が低いね。介護士の学歴相当低いんですよ。大体専門卒ですね。たまにね、大学出て、で、仕事なくて、専門学校入って、まあ、介護士取った人とかたまにいるんだけど、まあそういう人でも大学が大体ね、まあ3、4流大学が多いですね。たまにその、やっぱり就職なんでね、介護士取って就職、大学出てるんだけどしたっていう人はたまにいますね。なんでまあ、学歴がね、でもそれでも結構低いですね。低い人しかいないですね。で、3つ目、年収が低いと。で、もちろん学歴が低いから年収が低いってこれ当たり前じゃないですか。しかも誰でも取れるのに年収が高いわけがないじゃないですか。普通の社会で誰でも取れる学歴が低かったら普通は年収低いわけなんですよ。だからこれは合理的に合ってるわけで、その合理的なんですよ、普通に。だから、合理的だからな理由からこれ年収低いのは当たり前なんです。だってそんな、誰でも取れる資格で年収高かったら、経営者が破綻するわけじゃないですか。経営者が破綻しやすいよね。誰でも取れる資格、誰でもできるのに、年収高かったら破綻します。だから、まあ、そういう意味ではね、給料が上がらないっていうかね、給料が上がらない仕事になってるので、まあね、女性からも不人気です。まあ女性がね、この詳しくここは知ってるかわかんないんだけど、まあ結論的にはそういうことなんですよ。結局不人気になるんですよね。っていうことになります。まあ僕はまあ医学業界全般に詳しいのでね、まあこれからもね、まあそういうね、動画をね、たくさん上げていこうと思います。前回はまあ薬剤師男性についてとかね、薬剤師女性についてとかをお話ししました。なんですが、まあこれからね、こういう動画もね、高評価ね、チャンネル登録が増えたら、たくさんやりたいと思います。高評価が少なかったらもうやりません。ということで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。最後に、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。